グランドサンチュール、グランドサンチュール、第、環状線は、フランスのパリ港がいるイコールドイコール、フランス地域圏を一周する、フランス国鉄の環状鉄道路線である。主に貨物線として用いられているが、一部区間では、旅客列車の運転も行われている。パリから、フランス各地へ向かう、鉄道路線は、フランス国鉄発足以前の鉄道会社の別により、西、 モンパルナス駅及びサンラザール駅発、北、北駅発、東、東駅発、南東、リヨン駅発、南西、オステルリッツ駅発の5つのネットワークに分割されている。グランドサンチュールは19世紀後半にこれらのネットワークを連結する環状線として設置された。パリ市内のプティトサンチュール、小環状線、一部配線によりも外を回っていることから、 大環状線と呼ばれる。パリ郊外の環状路線にはこのほか、TGV 専用の LGV 東連絡線が存在する。グランドサンチュールの一周は約 120km ある。東部にはグランドサンチュールコンプレーマンテル補充大環状線。南部にはグランドサンチュールストラテジック戦略的大環状線と呼ばれる別経路が存在する。また、 ストラテジックの途中のオルリーからグランドサンチュールのジュビシーまでビルヌーブ側線と呼ばれる連絡線が存在し、ストラテジックの一部とビルヌーブ側線を経由する経路をグランドサンチュールの本線とみなすこともある。通過する県は右回りにイブリーヌ、バルイコールドアーズ、セーヌイコールサンイコールドニ、バルイコールドイコールマルヌ、エソンヌの各県である。ストラテジックの一部は O イコールドイコール、セーヌ県も通過する。フランスの鉄道の上下分離方式により、線路はフランス鉄道線路事業公社が保有し、列車の運行は、貨物、旅客とも、フランス国鉄が行っている。なお、西部のベルサイユシャンティエ館と、サンジェルマンイコールアンイコール、レーグランドサンチュール間は休止中であり、貨物、旅客とも列車は運行されていない。 グランドサンチュールはパリを迂回する貨物列車が主に利用している。セーヌイコールサンイコールドニ県内など特に通行量の多い区間では1日あたり200本以上の列車が通過する。主な走車場は以下の3カ所である。またストラテジックの途中からはランジスのランジス交易市場への引き込み線があり、これらの物流拠点を目的地とする貨物列車もある。 グランドサンチュールの一部は、イルイコールドイコール、フランス地域圏の近郊路線網であるトランジリアンの一部として、旅客化されている。グランドサンチュール西部のノアジーイコールルイコールルは、駅とサンジェルマンイコールアンイコール、レイグランドサンチュール駅の間は、トランジリアンエルセンの一部として旅客化されており、途中のサンイコールノムイコールライコールブレテシュ、フォーレドマルリー駅で、 サンラザール駅からの系統と接続している。この部分をグランドサンチュールウエストと呼ぶ。この区間の全長は 8.9km で、両端を含め5つの駅がある。サンジェルマンイコールアンイコール、例の駅は、街の中心部やラーエ線の駅とは、離れた位置にある。各駅停車のみが、通常30分間隔、ラッシュ時15分間隔で運転されている。 使用車両は、Z6400 型電車4両編成である。グランドサンチュールストラテジックのショアジールロア、駅、マッシー・パレゾー駅間は、ラーシー線の C2 分岐として、またグランドサンチュール南部のサビニー・コール・シュルイコール、オルジュ駅、マッシー・パレゾー駅ベルサイユ・シャンティエ駅間は、C 線の C8 分岐としてそれぞれ旅客化されており、共に、パリのオステルリッツ駅方面に直通する。 C2 分岐には、ポントワーズからパリを経由して、マッシー・パレゾーまでの列車と、モンティニー・ボーシャン駅からパリを経由し、ベルサイユ・シャンティ駅までの列車が、日中30分、ラッシュ時15分間隔で運転される。いずれもグランドサンチュール内では、各駅停車である。パリを、始発、終着としない、地方間 TGV のうち、 LGV 大西洋線と他の LGV との間を直通するものは、マッシー TGV 駅の北にある大西洋線との連絡線から、バラントンにある LGV 東連絡線に四分岐線との連絡線まで、グランドサンチュールストラテジックを走行する。また、ルアーブルマルセイユ間、ルーアンリヨン間の TGV が一いた近く1、往復存在し、これらは、 ベルサイユ・シャンティエ駅からマッシー・パレゾー駅を経由しバラントンまでグランド・サンユール及びストラテジックを走行し LGV 東連絡線に入る。2007年12月にはブリーブイコール・ライコール・ガイアルド・コレーズ県リール間の TGV が新たに設定され、ジュビシー・バラントン間でグランド・サンチュールを走行するようになった。パリから フランス各地への鉄道網は19世紀中頃に建設されたが、これらは方面別に5つの会社に分かれており、相互の接続は遅れていた。1869年にパリ市の城壁の内側を一周するプティト・サンチュールが全通したが、翌1870年に勃発した不屈戦争ではその能力不足を露呈した。フランス各地から、 東部の前線へ向かう部隊や物資がほぼすべてパリのプティトサンチュールを経由せざるを得ず、輸送量が限界に達したのである。戦後、郊外に新たな環状鉄道が必要とされ、1875年にグランドサンチュールの建設が決定した。まず1877年に東部のノアジールセック、東部鉄道からビルヌーブさん、ジョルジュ・パリリオン、 地中海鉄道の区間が開通した。ビルヌーブからジュビシー、パリオルレアン鉄道までの既存の放射状路線と合わせ、同年7月16日から、パリ東駅オステルリッツ駅間で、グラドサンチュール経由の旅客列車の運行が始まった。続いて1882年には、北部のノワジールセックルブルジェ、北部鉄道、アシェル、西部鉄道間が開通し、1883年に、 南部及び西部のジュビシーベルサイユ、アシェル館が開通した。これにより、グランドサンチュールは全通した。さらに、軍部の要請により、グランドサンチュールストラテジックが建設され、1886年にビル,ビルヌーブ、マッシーパレゾー館が開通した。1924年には、グランドサンチュールの東部を二重化するコンプレマンテルの建設が決定し、 1928年に開通した。この区間は当初貨物列車のみが運行されていたが、1934年には旅客列車の運転も始まった。ビルヌーブ速線は1937年に開通している。1875年に北部鉄道、東部鉄道、パリリオン、地中海鉄道、パリオルレアン鉄道の4社により、 グランドサンチュールの建設と運営のための企業連合が結成された。なお放射状路線を運営する5社のうち西部鉄道はこの連合に加わっていない。1883年からはこの企業連合はプティとサンチュールの運営組織と統合され、両環乗線は一体となって運営された。 ただしグランドサンチュールの東部と西部の一部はそれぞれ東部鉄道と西部鉄道が直接運営した。1934年にこの企業連合は解散し、グランドサンチュールは国有鉄道、西部鉄道の路線を継承と北部鉄道の2社に分割された。両社は1938年にフランス国鉄として統合された。グランドサンチュールが電化されたのは、 第二次世界大戦後である。1945年にバラントンからオルリー・ビルヌーブ側線を経由してジュビシーまでが直流線5 0 0ボルトで電化された。続いて1947年2月にはジュビシー・ベルサイユ間とオルリー・マッシー間が直流電化された。一方、1950年代にはパリから北方向への路線が交流電化され、 これに合わせて、グランドサンチュールの残りの区間も交流電化されることとなり、1970年頃までにアシェル・バラントン間が交流 25KV、50Hz で電化された。なお、ベルサイユ・アシェル間は電化されないまま1990年代に休止されたが、グランドサンチュール・ウェストの再旅客化に伴い2004年度区間が交流電化された。 グランドサンチュールでは開通当初から貨物列車と共に旅客列車も運転されていたがダイヤは貨物優先であり旅客列車の本数は少なかった1939年には南部のジュビシーベルサイユ間を除いて旅客列車が廃止された1969年になってグランドサンチュールストラテジックのオールリーランジス間で旅客列車が復活し 1977年にはマッシー・パレゾーまで延長された。これらの旅客船は1979年にラーのシーセンに編入された。1990年代にグランドサンチュール西部区間が休止されてから同区間を旅客船として再活用することが計画された。当初はパリサン・ラザール駅からサン・ジェルマンイコール・アンイコール レートの和字までそれぞれ直通する Y 字型の系統が検討されていたが、この案ではマルリーの森の中に連絡線を新設することになるため反対にあい、3イコールノムで乗り換える T 字型の系統に変更された。このため開業は最初の計画から遅れ2004年12月12日となった。百八十四年にパリを起点としない地方間 TGV として、 リール・リオン間の系統が設定され、グランド・サンチュールの東部区間を経由して運転されるようになった。さらに1986年には、ルーアン・リオンの系統が新設され、グランド・サンチュール南部区間も TGV が走行するようになった。その後、LGV 大西洋線や LGV 北線の開業に、伴い地方間 TGV の系統は増加しが、1994年に、 LGV 東連絡船が開業したことで、グランドサンチュール東部から TGV は姿を消した。グランドサンチュール北部のサルトルビル、タイのアジール、セックマを旅客化するタンジャン TL ノール、北、接セセンと呼ばれる計画が存在する。現存する貨物用の伏線と並行して旅客用の伏線を新設し、トラムトレインが運行される。 途中ラーの五路線すべてとトランジリアンの J 線、三ラザール駅方面、H 線、北駅方面、トラムの t 一線及び計画中のトラミーと接続するほか、メトロの五号線、十三号線と接続駅を作る構想もある。開業予定は二千十四年である。このほか、グランドサンチュールウエストを南北に延長して、ベルサイユとアシェルを結ぶタンジャンティエールウエスト、や、 グランドサンチュール南部を利用して、マッシーパレゾーとエブリを結ぶトラムトレイン、別名タンジャンティエールシュド、といった旅客船の計画も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。